志賀町のこちらの避難所では天井が剥がれ、このように柱も大きな被害を受けています。避難所自体に危険があるとして、この後こちらの避難所に避難している方が同じ地区の別の避難所に移動するということです。よいしょ。でやっと雰囲気慣れたかな思ったら、また神経使うて大変だなと思うけど、どうしたらいいかなって感じ。あとは出しますね。